画面の前の皆さん、どうもゆうきでございます。アンティルドーン惨劇の山荘、本日も行きたいと思います。前回かっちゃん、八郎さん、ロータスさんに、トッピーさん、コメントありがとうございます。みんなでね、最後までこの結末をよかったら見てっていただけたらなと思います。それ以外の方も高評価いつもありがとうございます。初めて見た方はぜひチャンネル登録をポンとね、もう簡単ですからポンと押していただいてよろしくお願いいたします。はい、それでは行きたいと思います。前回ですね、私の推しメンサムがね、何者かによって仮面男殺人鬼によってさらわれてしまいました。で、まあね、マットとエミリーっていうね、ちょっとね、色黒のマットと、ちょっと勝ち気なね、クール知的ビューティー、エミリーがね、最後謎に鹿に襲われるというところから、で終わっております。鹿の軍団に襲われている状態ですね。まあ見てもらえばわかります。じゃあそれではいきます。論よりプレイでいきましょう。それではスタート。はい、現在こういう状況で始まっております。鹿の軍団に襲われてます。先ほど言った通りでございます。これは、落ち着け、とりあえず落ち着け、落ち着けよ、落ち着け、落ち着け、落ち着け、そうだ、鹿だ。鹿はね、草食だからね、草食だから。あ、動けますね。アドベンチャーモード入りました。これどうすんの、こっち、どけい、俺の名はマッド、脳筋の男だ。さあ、バックスタブ取られたやつは誰だ。取られたやつはケツを向け、なんだ。シカキングみたいになっちゃって、あぶれ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 、やめて、死んじゃうでしょ。ドライ、来いよこのクソタレが。マット、やろう、こっちはバトルアックス持ってんだ。無駄に殺しやがった。おいおい、なんだ今の。おい、近づくな。いや、これはダメだろ、やられるだろそりゃ。あぶれ、いきなり来るからね、タイミング系が。気をつけてくださいね。回り込んでいこう。ここはよっ、やべ、落ちた、やべ、マジかー、マット死んだー、マットがここへ来て死にました。私の操作ミスでマット、そんなー、マット、あれ、え、どうしよう、どうしたらいいのよ。やばい、え、これ何、これも予定調和なの。なんか引きずられてったけど。タイミリーソロです。今パーティー、もう無理、もう無理、まあちょっと頑張ろう、もうちょい頑張ろう。散々バカにするから、こういうことだ、脳筋だなんだっつって、脳筋くんとかバカにしてたからさ、いざいなくなると頼りになってただろ。オッケー、落ち着け、とりあえず落ち着いていこう。さあ行くぞ、ほら頑張って、やめろ、そういうフラグやめろ、フラグ立てんな、びっくりフラグだからそういうの絶対。なんかぼやーっとしてる。マット、あー、通信塔についてますね、とりあえずは。おい、びっくりした、バカ野郎、なんなの、バカ野郎、ほんとにガビーンっていうのやめなさい、ほんと。さあ行きましょう。
トーテムがないね。大概こういうところである。あ、あったあったあった、ほらほら。お、今回は角突きです。さあ、縁起がいいかもしれません。それでは運命のトーテム、未来を予測します。オープン。お、あれはクリスだな。トカレフ持ってたよトカレフ持ってたぞ。さあさあ、さらに上、さらに上へ行きます怖えよー。うん、なんか光ってますね。右側になんか光ってますよ。眩しい。今度は打って変わって眩しい。あの、おい、消えた。さあ消える。これもこれで予定調和です。ちょっと待って、見回った方がいい。さあ、ギシギシと、鉄塔が音を立てております。通信塔、これ登って大丈夫なんでしょうか。さあ、マットがね、今現状私の、操作ミスにより一路いなくなりました。まだ出てくるんじゃないかな。さあ登れ。結構さ、革ジャンで頑張ってるけど寒いと思うんだよね。吹雪いてるし絶対寒いと思うんだけどな。おい、まあ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 、まだね、カラスですから普通ですよ。さあ行きましょう。さらに上に行きます。登れ。さあ頑張れ。めちゃくちゃ寒いんだけど。いや、そりゃそうだろやっぱそうだった。やっぱそうだよねやっぱそうだよだってあんたライダースジャケットみたいなのしか着てない。うん、ちょっとやめとこうかな、こういうの行くの。なんもない。なんもないです。さあ、上行きます。音が。さあ、行こう。上行け。さあ、登っていきます。さらに上行きます。大丈夫、超ギシギシ行ってっけど。あんまり人工物、あれ、なんだ、あ、なにこれ。ちょ、瞳孔開きすぎでしょ。お姉さん、まずいって。あ、そういうことか。いいよ。ああ、何かと思ったわ。すんげえ顔見してるから。さあ、着きました。通信塔でございます、こちらが。やった。あ、嘘でしょ。マットどうすんだよ、マット。お、ロッカーと、ロッカーから行ってみる。いや、怖え。うー、あー、はー、かわいそうなハンナ。あ、ハンナの、あ、ハンナの行方不明のあれですね。あ、ハンナばっかじゃない。ベスはもう一人さ、いたじゃん、いなくなった方。あれ、なん、もう一人どうしたの。こっち、ここ行きましょう。あ、もう着きませんね。最高、着かない。なんかこの、この視点嫌だな。スイッチか何かがあるはずだわ。怖い怖い怖い。窓怖いよ。窓やめて。窓の引きの絵やめて。何これ、ファックスか。でも電気がなきゃ。確かにこれ視点変わんないですね。この部屋の視点のままです。じゃあこっち行きましょうか。このドア行きます。え、外出ました。あ、なんかあるよ、壁のとこ。これか。よいしょ、レバーを、よいしょ、ブレーカーを上げて。さあ入りましたよ、通信塔。はい、着きましたね。なんだの、なんだの、ああいうちょっとした視点は。さあ、まずこっちから行きましょうか。
あ、出てきましたよ。おーい、ファックス出ました。あ、はいはいはい、ベスだベスだベスだ、やっぱベスのもあったわ。172センチ、結構身長高いね。さすが外人さんですね。やっぱスペックが違う。こっちはハンナは、ハンナ何センチだったっけ。あ、172センチだ。あれ、ほとんど一緒なんだ。あれ 49.5キロ、172センチ 49.5キロ。こっちは双子ってことか。あ、出ねえし出ない、日本語でから出ない。さあ行きましょう。通信、通信します。お、できたできた。オッケーオッケー。もしもし、誰かいますね。そこにいるなら何か言ってください。助けがいるんです。どうぞどうぞ。あ、もう、もしもし。あ、よかった。お、繋がりましたね。助けがいるんです。お願い。我々と接触を図っていますか。こちらブラックウッド軍のパークレンジャーです。信号がうまくキャッチできてません。ゆっくりはっきり話してください。怖い怖い怖い。助けて。やばい、後ろ後ろ後ろ。閉じ込められていて、殺人鬼がいて。もう一度繰り返してください。あまりうまく聞き取れませんでした。誰か助けて、お願い。もしもし。焦んなって。名前だけでも教えてください。どうぞ。え、これなんでここで選択肢出んの。顔怖いよ。まあ、まあ、従おう従おう。あ、私の名前はエミリー。もしもし。あまりよく聞こえません。繰り返してどうぞ。え、なんだこれ。まあ、とりあえずこう、はい、説明しよう。私たちブラックウッドさんにいて、殺人鬼に追われてて。何これ、なんでこんなとこで選択肢出んの。殺したの。誰かお願い、助けて、お願いよ。え、何この人。お、やばい。いつになるの。夜明けです。早くてもね。夜明け頃です。うぅ、うぅ、なになに、なに。嘘でしょ、やつがいる。私の方に来る。やばいやばい、なにこれなにこれ。ちょ、踏んづけ踏んづけろって、踏んづけろって、踏んづけろって。そこの板を。え、おい、やばいんじゃない。おー、やばいやばい、マジかこれ。いや、まずいって。あー、まずい。これはこれはまずい。エミリー、これはまずいぞ。うわあ、こ、え、え、え、おぶねえ、あ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 ぶねえ、頑張れ。もうダメ。もう一度お願いします。なんなの、もう。あぶねえ、あぶねえ、ファックス、ファックスぶっ飛んできた。やめて。頑張れ、もうちょいだ、もうちょい。どうだった？え？うわあ、え、ど、何これ？え、どうだった？どうだった？え？どうだった？上から行った？
何今の上にいなかった僕は見てない今の雪何降りてきたんじゃないのかな私も見てないんだけどさあ行こうさあアシュリーですうぃちょっと待ってってなんだよ何が起きてんだよクリスト待てってさあアシュリーですクリスとアシュリーはねジョッシュが死んだ時に一緒にいましたクリス聞いてナヤでのことだけどすごく辛かったでしょ親友だったしアシュリーやめろ私はただ助けてくれてありがとうって言いたくて今余計なこと言うなそんなの当たり前だろそうだだって君を危険な目に遭わせるなんて気があるんだクリスはお前に気があるんだものすごく気があるんだねえ大丈夫全然謎がよくわからんな、うん、クリスって女子と仲良かったでしょそんなことより今はサムを探すでもだってそう、ねうん、アシリーもうやめてくれ、うん、さっきのことは考えたくないんだクリスそりゃそうだサムを探すんだ親友が自分の選択で死んでしまったことをなんでこんなほっくり返すのこんなまだ時間も経ってないのにサムいないんだってサムねさらわれましたよ何もないですねトーテムくらいはありそうな気がしたけど結構見落としてるっぽいなさあ行きましょううえバカ野郎本当にもう心臓に悪いなこのゲーム本当し実況途中でこれ止まってたらあれですからね私心臓発作かなんか起きてますから救急車呼んでくださいねおうぅわけわかんないよ何これあーわかった仕掛けがついてんだよね多分本当、うん、不気味なんだけど違うんだよこれ多分ね全部ね殺人鬼がカメラで見てたから多分ね全部これ仕掛けで動くようになってるんでしょこれでバタンっていくよ行かないちょっと待ってねえ今の見たああ見たって何をあれだってクリスあれなんだよあれってなんか透明な何か幽霊みたいはいはい本当だってばどうして信じてくれないのねえ私が見たってだけじゃダメなわけ僕らはひどい目にあったいい君も僕も頭がパンクしてるもう何が現実か分からないんだそんなにテンパってんの今まあ確かにいやでも確かいたよいた悪いクリスいたんだよ今うんうん見たんだから絶対に嘘じゃない信じてうんいた分かった分かった信じる君がそこまで言うならとりあえず落ち着こういたから今もう何だかわけがわからないよ、ね、ほらサムがいるとしたらここしかないだろね先に他のみんな探そうよねサムがトラブってたら助けてあげないとそんなもう遅いけどね行こうっていや行こうってってさこんな自動でさポコポコ開いていくとこよく平気で行けるなこいつあのね、そんなね、え？ああ、なんかパイプのガンガンする音か。犬の声かと思った。怖っ。犬の鳴き声かと思ったわ。どこ行ったあいつ。ああ、ちゃっちゃって行き過ぎなんだよ。ういここはボイラー室ですね。地下のね。サムとジョッシュがね、お風呂入るために。ない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 おい一体どうなってるびっくりしたごめんこれはびっくりしたかったぶつかったんだよなぶつかったこれはびっくりしたかったぶつかってないよもう分かんないなんでいきなりホラーっぽくなるわけ確かに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 幽霊とかアシリーなあ僕たちがここに何しに来たか忘れてないあなただって透明な白い何かがすぐそば通っていたの見たでしょ幻覚かもしれないだろ絶対にまだ言ってんのかいたんだってばまだ言ってんのかああそれは僕だって見たさこれ何だろうナヤで女子の身に起きたことをね
今はそのことで頭がいっぱいだよ。ああクリス、ごめん。本当にでも、もっと心配なのはサムのことさ。もし本当に殺人鬼がいるとしたら彼女も殺されたかも。ちょっと来いよお前。お願い、揉めんなよお前ら。こんな時なんで揉めんだよお前ら。協力しろ。どこ行ったあいつ。あ、いたいた。こっち来いって。何やってんだよ。開きません。開きませんね。さてこっち行きます。さあまあ2人ペアだとね、そこまで恐怖心がなくなっていくんですやっぱり。やっぱね、気が合う男女、あのね、私ね、さっきからね、エミリーの行方が気になってしょうがない。おい、いた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 、ほら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 、いたいたいた。いや、いた。どうせ携帯見てたんでしょ、バカ。つぶやいてたの？幽霊に追いかけられてるなんて。アシリ、落ち着け。幽霊なんかいるわけない。何の幽霊だよ。どうせ女子のことでパニックってるだけだろ。もめんなって。だから私見たの、幽霊あんなにそっくりだった。おいおい待てよ、なんだって。それがベスカも。おいおいアシリー、高齢界からここまでついてきたっていうのかよ。そうかもしれないじゃん。なわけない。だって幽霊は絶対存在しないんだからね。ならあの時話しかけてきたのは誰だって言うわけ。存在しないんだからね。なんだろう、お化け出てきちゃったよついに。あんな風に落ちたりしないよね。しないよ。投げてきたよ、投げてきたよ左から。お、ゲット。鍵ですね。どこかの鍵です。ほらほら、いるよ、いるいる。見て見てよクリス、見えないなんて言わないでよね。 あれはほらね、見えた見えた。あれは見えた。見えてるんでしょ。あ、いや、僕は見えたって今。こんなの馬鹿げてる。クリス、何か教えてくれてる。走っていくなって。だからお前、どこ行った。どこ、こっち。なんかオルゴールの音するな、ほんのり。聞こえないかもしれないですね、動画でしたら。あ、これか、これが上がってる。信じられね。ねえ見てよクリス、窓から中が見える。え、なんで、何が。ミニチュアの家具。うん、全部人形。うわーうわー気持ち悪い。うん、え、これなんだ、ビデオ撮ってるね。においしょよいしょ。この鍵さあ入れましょう。幽霊が助けてくれてるんだって。助けてるの、助けてるの本当に。おい待てって、これはどういうことだ。これって去年の。これはまんま僕たちだ。え、こうやって待ち伏せてたハンナを。ああ、はい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 、一番最初のね。私の椅子とかマットのも、あの部屋にいた誰かが作ったんだろ。それか私たちを見てた誰かがね。警告なのかも。それか僕たちをからかうために恨みですね。これは完全に幽霊が教えてくれてる。ハンナとベスを殺したのは殺人鬼の仕業だって。その殺人鬼が違うだろう。僕たちを陥れようとしてるんだ。よくわからないけど、こんな手の込んだことまでして。僕たちみんなを狙ってるって言いたいんだろう。いや、おお、動いた動いた動いた。嘘、すごいすごい仕掛け。いっちゃうこれ、すごい仕掛け。ハンナの日記だ。日記でございます。ママがやっと許してくれた。招待状も送っちゃった。いよいよパーティー、もうほんと待ちきれない。今のところアシリーとマットとサムは来るみたい。途中から途中から言い方変わってきた。マイクからはまだ返事なしか。あれはあのカの横とかあれですね、海外の顔文字ですね。信じられない、マイクが来る。今日女子に電話があったみたい。喜んでますね。
マイクのこと好きだったんだね。みんなで一緒に山で過ごす。やっと明日からパーティー。暖炉と温かいお風呂、それにマイク、彼と過ごせるなんてもう読めない。悲しすぎて。マイクのこと好きだったのにバカにしてね、はめたから。みんなで向こうから聞こえた。よくできてますね、よくできてますね、この仕掛けね。誰かが犯人です、間違いないです。これはもう確信しました。幽霊なんかではないぞ、間違いなく。さあ来ました、さらに奥ですね。うわー、うわー、うおー。え何今の。いない。でも見たでしょクリス、確実に見たさ、何かを。でもなんだ今の、何、完全にホラーじゃないねえ。びっくりした。周りのものよりずっと新しい。カタログ、しかも業務用の電球、意味わかんない。さあ何でしょうか。特にこれ以上動きません。うん、動かないね。お、ほう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 、電気製品のカタログですね。これは何買おうかな。見て、やっぱりあれ、丸がつけられてる。強力なやつだ。なんなん、持ってこうぜ。よし持ってこう。 OK、持ってった方がいいって。とりあえず何かの役に立つかもしれない。うわぁ、どんどん不気味になってくんだけど。うわぁ、ゴキブリ、ゴキブリ、ゴキブリ。そんなゴキブリが固まって入ってるかよ、目ん玉に。入ってるわけないだろう、そんな。おおおおお、なになに、今度は何、地震ですか。ちょっとな、いろいろともうすごいね、仕掛け満載、仕掛け満載でございます。さあ皆さん行きましょう。あんまり気が進まないんだけど。いや行けって、もう行くしかないんだよ、ここまで来たら。おお、すげえな、なんかもうなんか去年の話とかどうでもよくなってくるぐらい。一体どこにいるの。おい嘘だろ、ここのこと知ってた。いや知ってるわけないだろ、なんだこれ、これじゃまるで違う施設だ。ほうほうほう、あれ何、結局生体実験してるパターン、あのバイオハザードみたいに。ここあれか、サムが逃げた場所だ。そうだそうだ、サムが逃げて捕まった場所だ。さあ行きましょう、さらへ先、さらに先。あ、もうこれ以上耐えられない。そうだね、僕も限界だ。去年の出来事をただ忘れたかっただけなのに。都合が良すぎなんだよ。ハンナも軽率だった。まあそうね、でも誰かに一度もひどいな、死んだ人に対して。言うと僕たちが最悪な目に合わせたもんだから、うん、ハンナは逃げて、そうそうそう、行方不明になっちゃったってわけ。そうそうです。そう、バカにした。誰だってあんなことされたら逃げるでしょ、笑い物なんかになるくらいなら。そうだ僕はなったことがない。知らないだけ。え、クリス、ハンナを晒し者にしたんだよ、みんなの前で、好きな人の前で。それ以上最悪なことってないでしょ。いやまあ好きな人もグルだったけどね、そもそもそのパターンはないよ、そのパターンはないよ。好きな人もグルだったパターンは、それは走って逃げますよ。お恥ずかしくて逃げますね。ああ、さあどうぞ。これなんでしょうか。それはサムのブレスレット、絶対外さないのに。ほう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 、サムのブレス、サムを見つけよう。やっぱここでサムが前回襲われたんですよね、うん、で逃げ回って捕まった場所。ブレスが外されてるってことはむしられてますね、完全にね。皆さんこれ以上、そろそろ来るんじゃないですか。 いやもう十分、私絶対に嫌だからね。アシリー、気
持ちはよくわかるよ。僕だって怖いんだから。でも下にサムが殺人鬼といたとしたら立ち去るっての？見殺しにすることになるんだよ。行こう、ここは行こう。あ、もうアシュリー、来いよ。いつも正しいこと言うんだよね。そんなことないよ。最高。だって正しいことは正しい、いい子だな。だけど本当は行きたくないし。ダメ、サムを見つけなきゃ。行きましょう。えらい、えらいぞお前ら。いいカップルになりそうだな、お前たちは。な、なんだかんだ揉めてる、揉めてるし、なんだかんだね、カップルはやっぱね、ある程度揉めないとおそらくダメだと思います。完全に分かりきる二人きりの状況の、あの、そうのっていう目が完全にゲーム言ってる。さあ、クリス、すごく変な考えかもしれないけど、うん、何が、どうした、辻褄が合わないの、何の、何がさ、全部だよ。ほら、殺人鬼に、ここで起きてるおかしなことも。確かに。でも何か見落としてるはず。すべてをつなげる何かを。うん、わかるけど。例えば。知りようがないじゃん。確かに。確かに。確かに。同じこと言ったわ。確かに。確かに。さあ行くよ。クリス。こっちゃ来い。来ねえんだよな、こういう時タイガー。あ、来たっすよ。暗すぎじゃねえか。うわっ、お、大丈夫、これなんか嫌な予感しない？なんだろうこれ、ゲームボーイ違うか、バッテリーだ、バッテリーとタイマー、ほう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 、何かの仕掛けですね。ライトレフトって書いてあった。間違いなく誰かの手によってこの状況は、起こされておりますね。うわうわうわ、なんか人形のなんか貼り付けのなんとかっていうのがあるよ。トーテムが一個もないね、ここへ来てね。全く出てこない。これなんだ、これなんだ、これ、これは、はい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 、私マグロですっていうやつですねダメだわダメだわ。まな板に見立てたんだけど、ダメだわ。まな板に見えないもんな。まだまだ。おお、大丈夫？おい！まあもうちょっと慣れてきたよ、そういうの。だんだん慣れてきた。汚ねえな、なんだここは。汚ねえ。おー、すげえ。これはそそられる。わわわわ、フックとチェーン。あれ？フックとチェーン、はあはあはあ、ここにあれはあるね、このビーっていう、あの前回、嘘でしょ、ジョッシュがね、全部あいつの、実はワシントン家が悪趣味だったっていうオチじゃないんなら、まあおそらくあいつのだまあまあそうだ、あいつのだ、あいつっていうか絶対に間違いなく。なんでこのフックだけピックアップされてんのこれ。怖いよ。やめてこれ。ちょっとこれやれ。おーや！これ本当に超気持ち悪い。豚！私無理。食用じゃなさそうだ。じゃあなんであるわけ？うん、確かに。こりゃまるでグロ映画だな。わわわわ、豚の死体。まあ豚の死体ちょこちょこ落ちてたからね。豚の死体です。なんかないの？豚の死体、内臓が抜かれてますね。さあ豚の死体がありつつの、こっちは何もないですね。さあこっち行きましょう。皆さんは犯人が読めてきたでしょうか、どうでしょうか。私は まだ今のところ、伏せておきます。なんとなく、まああの人じゃないかなっていう気がして来てる人が一人いますね。さあ行きましょう。写真でしょうか。これって。お。ほう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 。写真、仲間の写真ですね。
はいはいはい。OK です。なんだよこれ、ジョッシュの写真だけ傷ついてる。うん、さあこの人形は何なんでしょうか。まあまあマネキンってやつですね、はい、お、ここはなんかありますよ。これは何でもない。さあどこ行ったクリス。あ、右行ったか。ここは、開きませんかね。やってみましょう。開いたよクリス。クリス開いたって。こっちどこ行ったあいつ。こっち、あれ、マジか。行くか、手がかりを探すんだ。うわー、ソロだ。何これ、何このタイムマシーンみたいの。牛乳瓶とか、あの蓋とか入ってんじゃないのこれか。あ、なんだこれ、遮影機か。おいおい、どっから出てきた。こんなことやっちゃうなんて。あれは1年前の、ね、これはちょっとやりすぎだと思う。いいじゃん、自業自得。分かんない。ほう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 。ああ、見ててちょっと不愉快だな。来た来た、これ見るのは初めて。そうだよ、ハンナすごく、すごく何。やりすぎだ、やりすぎだお前ら。うん、それに生きてた。うんうん、何も知らずにね。いいじゃん、私ってば。へえ、君は進んで参加してたんだ。ここで何してるの。公開しよう、ここはアシュリー、君は公開しよう。すぎる、最悪の気分。楽しんでたように見えるけど、そこが最悪なんじゃない。ただのいたずらだったのに、面白いはずだったの。うん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 。ああ。もう二度と見たくない。まあ、あのさ、一個だよね。怖い怖い怖い。うぅ、そういうのやめてだから。そういうのやめてだから。一体どうなってんの。おい、アシュリー、なあ、落ち着くんだ。そういう系やめて。そのなんかずるいやつ、ずるいよそれ。ごめんごめん。僕たちをからかってるんだって。考えろよ、幽霊がカメラ使うわけないだろ。バカバカしい。じゃあ誰の仕業なわけ、マジでねえってば。さあね、考えられるとしたら君を縛ってジョッシュを殺したやつ。誰なんだよ、だからそれが。確かに。そいつがサムの居場所も知ってるはず。そうだといいけど。ああ、そうだね。うん、まあそうだとは思うけど、やめてそういう。あのさ、これがたとえ復讐だったとしても、この手の込んだね、動画のファイルというか、この動画を編集して作ってる時点で、もしハンナが死んでたとしたら、かなり不謹慎、作ってる方も作ってる人間もかなり不謹慎。さあ行きましょう。こっちですね。こっちはまだ行ってないからね。こっち手前さ、トーテムあたりそろそろあるんじゃないの。ないかな。そろそろありそうな気がするんだけど。おー、ないね。今回はほんとないな。 OK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 。 今そっち行く、そっち行く。さあ行きましょう。あ、くっそ、これを見て。サムのかも。開けられるか試してみる。開いたけど。頑張れ。めちゃくちゃ重い。気をつけて。通るなら今のうちだ。あんまり長くは。早く。リス。通って。向こうにサムがいた。本当にいたのか。わからないけど確かめようよ。いや、誰かが怪我しているのだけは間違いない。いや違う違う違う、あれ違う。手遅れになる前に行こう。ついてけついてけバカ。バカ、こんなの、こんなのお前、こんなのお前、選択の余地ねえよ。ダメだ、ツーマンスルで行けって。おおお、行こう。ええ、なになになに、
あかんのいたよ。やだ、行きたくない、行きたくない。え、だって明らかになんか立ってたもん。意味わかんない。こんなに寒いのにもっと冷やしたいなんてありえない。やつが何考えてるか全くわからない。ちょ、待て待て待て、いたって、そこいたんだって。そういうことね。あーもうこれ服ダメだよ。サムこれ服もうダメだよ。これ着れないよもう。あー裸で帰るしかないよ。まあさ、この人が誰なのかってところだよね。そういうところを気にしないよねこの人たちね。そっちの方がよっぽど気になるだろう。これ誰だって話じゃん。これ最高オープンですね。やめてやめて、サム、いや違うと思うな。釣りだと思うぜこれ。こういうの釣りだからさ、結構オープン。誰？おい、サム。大丈夫？違うんじゃないの？おお！サム、死んだの？びっくりした。大丈夫大丈夫。死んでない。なんでわかる？まだ息がある。じゃあどうしてこんなことに？気を失ってる。もうやだやだやだ。ああ後ろ後ろ！運び出さなきゃ。クリス、同じパターン、同じパターン。ダメ、離れて、私に近づかないで。おら、ハサミがあるんだこっちは。くれ。ダメだ。そんなことではダメだ。学習しろ。すごいすごいすごい。ないない、学習するんだ。何でしょうかこれは。ああ学習しろ。くそ、何なんだよ。アシュリー、アシュリー。あ、やばい。ああひどいな、何をされたんだ。殴られた。くそ、奴を見つけたらぶっ壊して。めっちゃ半技になってる。何これ。さあピンチ状態です。さあ来ましたよ。女子を殺したの。何なの。いや、この人殺し野郎。私たち絶対殺される。私まだ死にたくない。誰も死んだりしないって。さあ何でしょうか。よかった、こんなのフェアじゃない。いいなよ、もう遅いよ。今更言ってどうする。いいからほら言って。いつも曖昧にしてたけど、でもそれも、全部無駄になっちゃうんだよ。無駄になんかならない。大丈夫だって。とりあえず落ち着こうぜ。君と一緒にいられたことが、僕にとって一番幸せだった。こいつら、待って待って。何言ってるの。じゃごめん、飲み物飲む。ごめん。もっと早く伝えてれば。じゃ今それどころじゃないんだ。ちょっと待って。あ、ここから出られたら。待って待って。あ、来た。まずいの来た、まずいの来た。死なせてたまるか。やばいやばい、クリス。ああ、怖いかい、アシュリー。お楽しみはこれからだ。今日すでにクリスは一つの人生を選択した。そして今新たな決断をする。クリス、目の前にある銃を取ってアシュリーを撃ち殺すか、自分を撃ち捕まえ、撃った方が生き延びる。選ぶのは君だ。馬鹿はよすんだクリス。やばいなこれ。待って、やめて。うわ、ダメだよクリス、私を撃って。サ
きは私を助けたでしょ。くそ、即座に選んだぞ俺は。即座に選んだ。これが私の最後のお願いだから、クルス、お願い。うわー、どっち。うわー、早い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 。うわ、もう無理無理、自分しかない、こんなの自分しかない、無理、人を撃つなんてできない、ダメだ。君は行き過ぎたのだよ。わからないのかね、あ、先生。君のこの拷問まがいの行為が行き過ぎだと言ってるんだ。先生、はい、他人の人生を神のように操る、はい、権利など、先生、先生、血出てますよ。ないんだよ。先生、血出てますよ。あれ？みんなで見てんだ。何これ？おかしい。手に負えないほどな。あの子たちに一体何をしたんだ？先生、先生、怒ってますね。一体何をしたというんだ？バカだ、愚か者。怒ってますね先生。はい、あらすじ見ましょう。いやー、今回はね、ほんと口数減る回でしたね。もう確信に迫ってるからね、やっぱね。ねえ、ちょっとみんな、おい、サム、殺人鬼と先生は現実だってこと？そんなマットのね、死がね、これ本当に。助けがいるんです、お願い。これどうだったの？あー、入っちゃったのか、雪の中にね。よくわかった、よくわかった。やばいな、みんなさ、みんななんかピンチだ、ピンチ状態。あ、さあ、はい、今日はここまでにしたいと思います。はい、アンティルドーン惨劇の山荘、今回もいかがでしたでしょうか。すいません、今回ねちょっとね、確信すぎて、迫信すぎてね、口数が減ってしまいましたけど、次回も頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、お気軽によろしくお願いいたします。それでは、誰が犯人なんだろうね。まあ、あの人かなっていうのがね、私の中では一人います、現状で。はい、皆さんもよかったら推理してみてください。それではお疲れ様でした。またね。